始まりました。ブックマちゃん、どうもあくにゃんです。どうも中根すままです。この番組は本について好き勝手おしゃべりしちゃう生配信でーす。今回調べてすごいなと思ったのが、今年1年ブックマちゃんで紹介してきた本の数、なんと105冊。すごいね。すごいよね。もう個人的主観で、あくにゃんとすままちゃんが選ぶ今年の1冊を発表していきたいと思います。はい、どっちからいきますか。ちょっと決まってないよね、まだちょっと決めかねている。じゃあわしからいい。いや全然。ブックマアクニャンが選ぶ今年の一冊は、デケ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 、古市さんのアスクミーホワイです。これめっちゃ良くない？あ、読んでないか。読むわ。そんな言うなら私は今日これ持って帰る。いやこれマジでいいよ。あの基本的に暗い話が好きみたいなさっきあったと思うんだけど、これも別に明るい、はちゃめちゃに明るい作品じゃなくて、なんかもう読みやすいの、日常生活としてもう本を開きやすいと思ってて、あ、それ大事だよね、本を開きやすい。であと現実との差があるのが重要だから、やっぱ現実で起こりえないことを本で読むのが私は好きなので。なるほど。なんか別世界に入る、没入できるから、っていう意味でもいいし、主人公の葛藤も良くて、やっぱこれ男性同士の恋愛の話だから、そこになんか悩む主人公がいたりとか、普通にチャラいもっと芸能の男の子が奔放な感じとか、なんかもうエモいんすよ、全てが。エモいのね。エモい。しかもこれさ、どこにもなんか BL とかは書いてなくて、男性同士の恋愛ともなんか特にすごく強調されて書かれてるわけではないから、そこもなんかいいなと思って。ちなみにさ、迷ったのとかあったの？これとこれでちょっと迷ったの。迷っ、もうぶっちぎり、うん、かもしれない。もう、ね、かもしれない、まあ、あ、オルタネートかな、あとは。あー、オルタネートね。あと、綱渡りとかね、もちぎさんの。あ、結構アクリアもそういうのだよね、なんか暗い方がいいなと思った。てか、これははっきり言わせてもらうけど、ブックマちゃんのせいだから。ブックマちゃんのせいで、なんか暗い作品の方が好きってことに気づいた。あー、ブックマ、あ、急に好きなジャンル変わることもありますよね。だってあるよね、やっぱり。そうだよね、あの人に合わせて変わっちゃうタイプなんで。あー、それ私にか、これあれじゃない、あ、ってこと、私の影響で暗いの好きになったじゃない。確かに、なんかやっぱメガネちゃん明るいの好きじゃん、で、スワマちゃん暗いの好きじゃん、やっぱちょっとスワマちゃんの言うこと聞いちゃうよね。なんかメガネちゃんディスった、今もしかしてメガネちゃんがディスった。男女恋愛を読むのが苦手で、同性同士の恋愛 PL とかユリに逃げてしまうから、紹介してるの見た時めちゃくちゃ気になった作品。そういう方にはいいんじゃないの、どうですか。いや、わかる。なんかそのマジ男女の恋愛疲れる時あるよね。いや、わかるよ。こんなんじゃねえしとか思っちゃうから、うるせえしってなるよね、なんかちょっとそういう意味でもエスケープ作品としていいかもしれない。なるほど。はい、さまちゃんはこの3冊でした。ちょっとやめてよ。ブックマ、まあ、私の1位、今年の1冊はこちらですね。岸優介の我々はみんな孤独である。でもね、すままちゃんが1位って言うんだったら読みたいよ。もともと読みたいと思ってた作品の中で、すままちゃんが1位って言うんだったらもう、じゃあ読もうかな。ちょっと色味も似てるしね。本当だ、すごい。なんか コーディネートされてる。これはすごいっすよ。ちゃんと哲学要素があるの。いや、もうちゃんとどこですね。タイトル通りのこの我々はみんな孤独であるっていうタイトル通りのちゃんと腑に落ちるわけ。こっちもっち、いや、そこは保証します、私が。だったら読みたいって感じ、グロいシーンもあるので、そういう描写が苦手な方はちょっときついかもしれないんですけど、なんかそのさ、死体をさ解剖してなんか差し盛りにしたりするんですよ。ちょっと詰めるのが苦手な方はちょっときついかもしれんですけど、でそんなことはもうどうでもいい。だからわざとそういうシーンをいっぱい書いて、まあ結構なんていうの、エンタメというか面白いって思わせるようなものを書いといて、最後にこれを持ってくる、この人はもうえげつない。構成もいいってこと、順番というか、この人は大丈夫なのかしらと思って、私はこれ読んで。ブックマ、お正月用に読もうとしてるだって。あ、もう読んでください。なんかなかなかね、私これ読んで読んでって言ってるんだけど、周り読んでくれないの、みんな。私他の人の感想を聞きたいのに全然読んでくれないから、ちょっと読んでほしいです。なんかちょっと怖かった今。私はこれを読んでも本当に生きるっていうのがもうグラグラってなったから、最後よくわかんなかったけど。結局さ、この本とか関係なく我々はみんな孤独なんですか。孤独なんですよ。あ、そうなんだ、やだな、そういう。ちゃんとね、なんで孤独かっていうのがわかるから。これ孤独落ちじゃないもんって。
マジ違うの、うちらベストパートナー違うの、孤独ってあれだよ、一人きりみたいな意味の孤独じゃないんだ。いややっぱこれはオチも素敵でした、今読んだら。なんだこいつは、本当にこれは素敵だ。オチを全然覚えてないのね、本の。あーでもそうかも、悪にあんまオチの話しないよ、ね、全然オチ覚えてないね。さっきも覚えてなかったね。全然オチ覚えてない、少年と犬も。そんなことある、オチに力入れてんじゃないの作者って。なんか描写とかが好きなんだと思う、多分。家庭とか人物のその境遇とかが好きなんだと思う、多分私。あーでもそれはわかるかもしれない。それは多分さ、幸せのハッピーエンド求めてないっていう証拠でもあるんだよね、きっとね。なるほどね。幸せになるまでの家庭が好きなんだと思う。でもこれみんな読んだ方がいいと思うよ、本当に。国で支給してほしいもん。それで全員に感想文を書いて提出させてほしい。それ私に送ってほしい感じ。へー、あ、そんなに。うん、まあじゃあいいか、はい。ということで、はい、僕はですね、アスクミホワイで、すあまちゃんが我々はみんな孤独である、はい、そうです、の2冊を紹介しましたということで、はい、あ、メガネちゃんの1冊もね、聞きたいですよね。え、なんだと思う。メガネちゃんはもうね、何か言うとすぐ落日出すから。よっぽど誇りなんだろうね。あれってね、落日しか読んでないんじゃないかなっていうぐらい。まあ、読みやすいんだけどね、みんなとかなえてね、うん、別に難しい本じゃないんだけど、入りやすいからね。ちょっとそこ勘違いしてるよ、メガネちゃん。